ジョアユンです。今日は、はい、今渋谷のセンター街に来てるんですけど、今日はコラボ動画ということでゲストが来てます。どうぞ。こんにちは。うわー、かわいい。美少女ユンチャンネルに美少女が遊びに来てくれました。佐藤ノアです。こんにちは。ノアティン。あのね、ノアティンとはね、めっちゃガールズバンドのねライブに行ってるんですよ。あ、そうそう、私がやすっていうガールズバンドのボーカルやってるんですよ。めっちゃかっこいいの。こんな顔してね、めっちゃかっこいいの。恥ずかしい、恥ずかしい。はい、ということで今日はノアティンと一緒にねプリを撮って、プリの盛り方とか落書きを伝授してもらおうと思います。イエス。それでは早速やっていきましょう。プリのできてた。できてた、できてた。会った時はね、すごいね、じゃあ女の子って感じ
だと思ってたの、うん、そしたら意外と何でもはっきり言うしそうハキハキしててすごい印象変わった。なんかライブとかもすごい来てくれたじゃん。そう、めっちゃ行ってる。めっちゃ嬉しくてそう、ライブにね、弟とか妹とめっちゃ行ってて、ね、そしたらもうだって 2,3 回来てくれてるよね。しかもゆいちゃんからいつも連絡してくれて、一番最初サプライズで行ったしね。そう、知らなくて、しかも普通にチケット買ってきてたよね。うん、でびっくりして全然来てよみたいな感じで。そう、嬉しかった。そうそうそう、そしたらこんなことになりましたね。めっちゃ嬉しい。嬉しい。そういうのがきっかけでゆいちゃんこれからもライブ行くよ。いやもう待ってるから、弟も妹も待ってる。嬉しい。ゆいちゃん、なんかさ、よくさ、弟とさ、一緒にさ、歩いててさ、彼氏って間違えない？めっちゃ言われるよ。めっちゃ言われる。なんか、その渋谷のライブハウスだったじゃん。渋谷でなんか、ゆんちゃん男の人と走ってったみたいな。めっちゃ面白いんだけど。そう、言われる。ゆるキャラ。いいね。あ、もうノアティンだ。かわいい。みんな見習おう、これ。この機種は、なんかペンがすごい多いから。おー、すおすすめ？そう、おすすめ。もうみんな多分撮ったことあるかもしれないけど、かわいい。すごいいい感じ。あ、これできるよ。この子ね、すごいコピースタンプって言って、あ、絵描いたじゃん。あ、それをね、これでコピーできるの。うわ、すごい。いっぱい出てくる。あ、ね、増殖できる。そう、たくさんできるの。かわいい。仲間たちが増やせる。友達ができた。友達できました。これすごい仲良し。何系が多いかな。やっぱでもほんと絵をすぐ描く。ゆんちゃんウサギっぽいよね。ほんと？うん、小動物っぽい。ウサギさん文字下使えるね。文字下すごいね、使いやすいからね。おすすめ。あり。ウサギどこで普段服買うの？これはね、イートミーだよ。あ、かわいい。こんな感じで、なんか今日はピンクと黄色っぽい。黄色っぽいね。だからこれもピンクと黄色にした。たくさん入れ替えますね。原宿行ったじゃん、竹下通り、うん、すごいなんか JK みたいだったね。お揃いいっぱい買ったし、ね、いっぱいお揃い増えた。楽しかった。よ、普段行かないからね。全然行かない。あら、かわいい、うん、JK かもって書いてあるJK かも。ゆんはね、いつもね気になるゆんちゃんの太いので、あ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 、薄い、待って、待って、あ、時間、あ、あ、パニック半透明、半透明が好き。こうやって書いて上からなんかこう立体的に。あ、かわいい。それもさ、結構簡単にまねできるからね。みんなもよかったら試してみてください。できた。できた。パン、うん、いい感じ。いいね。出てくるのを待ちます。待ちます。はい、ということで2人でね、撮ってきました。こんな感じです。じゃん、透けてる。透けて、透けてる。言えなかった言えなかった。めっちゃ色合いがいい感じ。ピンクと水色で可愛いです。いい感じ。いい感じ。この後にね、またプリ貼っとくんで、最後まで見てってください。見てください。はい、ということで今日はね、ノアティンのプリの盛り方とポーズとか落書きを教わりました。すごいね、参考になることがいっぱいあった。文字下をいっぱい使う、うん、文字下とにかく今度から使うわ。シナモンとか、よかったら皆さんもやってみてください。あと今日コラボしてくれたね、ノアティンのチャンネルは概要欄から飛んでチェックしてみてください。コラボ動画も上がってるんで、皆さんチェックしてください。お願いします。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。よかったら Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録の3点セットお願いします。ノアティンのチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、ユンとノアでした。それでは皆さん、今日も一日お疲れーション。できた。できた。バイバイ。ありがとうございました。ありがとう。これからご飯行きます。行きます。はい、ってことで火鍋に来ました。初火鍋。
恥ずかしい。うわいただきます。はい、スタッフさんとかにも全員に聞いてて、でなんかいやみんな大丈夫だよみたいに言ってたんだけど、ゆんちゃんリンゴジュースとミックスジュース2つずつ買ってきてくれて、でなんかねノアがさ選べなかったじゃん、一番最初選んでいいよって言ってくれたんだけど、なんか選べなかったからどっちでもいいよって言ったらゆんちゃんが後ろに隠して右と左どっちがいいって言ってくれたの。あーそうプリンセスエピソードシナモンエンジェル、シナモンって呼んでるの、シナモンエンジェル、